どうもタブヤンです。今回は単発実況、ハドソンさんの1990年のファミコンソフトクラックスやってみたいと思います。パズルゲームだと思うんだよね。早速やっていきましょう。ウェーブ01、クリアはタイルを3回揃える。ヒント、同じ色のタイルを3個並べるとクラックスになります。え、なにこれ、これでクラックスにするってことか。ほうほうほう、はいはいはい、これで同じ色のを並べておけばいいんだよね。はいはい、これはここ。なんか配送業者の仕事みたいなこれアマゾンさんかなんかでバイトしてんのか私はピッキング作業みたいな。落ちちゃったよ。なんかあのダブルみたいなことすんのかな、この2個並べといて、であえてここに赤、斜めもいけんのあ、もうクリア。斜めもいけるんだ。横もいけるってことか。タイルを5回揃える。パドルには5個までタイルを乗せることができます。なるほどね、5個まで。あ、下ボタン押すと速くなるんだ。はいはい、了解。はい、どうぞ。下ボタン押すと速くなる。普通にこういう3つだけだったらつまんないんだろうね、よくわからんけど。そういうもんじゃないんだろうな。ニコニコでちょっとやっ遊んでみるこれで、あ、違うな、黄色で、これ赤、赤ばっかこうやったら斜めで黄色が次。お、ダブルじゃないこれ。あ、ダブルなんかわからんけど、そんな感じで横で取る。でこれもこうして斜め、あー変な言っちゃった。あ、でも落ちてもさ別に、なんかでも遊びすぎたなこれ。あ、クリア。ちょっとずつでもクラックスの意味が分かってきましたね。4個並びのクラックスは2クラックスになります。タイルを斜めに3回揃える。4個並び、4個並びね、斜め斜めあ、ちょっと斜め狙いたいんだけど。斜めね、難しいこと言うよね。斜め狙いね。斜め、あー、これ違うな、ちょっと違うな。あ、負けちゃったの、ゲームオーバー。そうですか、クラックス。皆さんいかがだったでしょうか。なんか世界観がなんかねえ、背景が黒だからかわかんないけど宇宙っぽくて、斬新なパズルゲームでしたね。なかなか頭がね、なんかすっきりしました。それではまた次のレトロパズルゲームでお会いしましょう。さよなら。